これから、糸井川城パーク検定の初級対応セミナー、試験対策編を始めたいと思います。今までお話しできていなかった補足をしていきますので、よろしくお願いいたします。今までお話ししていた内容ですが、こちら糸井川城パークの本の中に基本的には書かれていました。こちらの本から、 試験問題については70%以上出題されますのでもしこの本をお持ちでない方はぜひお買い求めいただき勉強していただければと思いますホッサマグラミュージアムでも通信販売で購入することができますのでご利用くださいそれでは糸井川の翡翠についてもう一度お話ししたいと思います こちらの漢字が読めるでしょうか。こちらの漢字は「翡翠というふうに読みます。よく見ていただくとどちらの漢字にも「羽」という文字が使われているかと思います。この「翡翠というのはある動物の表す漢字になっていますがそれは一体何でしょうか こちらの「火という文字になりますがこれはカワセミのオスのことを言いますカワセミというのは水辺に住む鳥で魚を捕る鳥になりますがこのオスのカワセミのことを火というふうに呼ぶわけですではこちらの漢字はどうでしょうかこちらは水というふうに読みますがこちらは水す メスのカワセミのことを言いますということでこちらですねはい、翡翠というのはカワセミの意味ということになるわけですオスのカワセミとメスのカワセミそれを合わせて翡翠というこれが翡翠の由来となっているわけですさて翡翠の色ですが何色くらいあるのでしょうか よく知ってていいるる色色ととしては、緑色があるかと思います。ただ翡翠の色は緑色だけではなく例えば白ですとか灰色紫青黒大々と15色程度あるというふうに言われています。そのため翡翠がが全て緑色であるということは間違いということになるわけです。 白や灰色ののも糸川にははたくさんあります。こちらは押上げの翡翠海岸になります。海岸に降りていただくとこの写真のように小さくて丸い石がたくさん落ちているのが分かります。このように砂利浜になっていますので石の観察をするのに非常に便利な海岸となっています。当然翡翠も拾うことができます。 こちらの押上地区ですが、2021年に、越後押上翡翠駅と呼ばれる、越後ときめつき鉄道の新しい駅が誕生することになっています。駅の名前にも翡翠と入っています。まあ、非常に糸井川らしい駅の名前だと思います。翡翠は、いつごろ誕生したのでしょうか今までの研究ですと、翡翠が誕生したのは、 5億年前というふうに呼ばれています5億年前と言いますとまだ恐竜もいなかったかなり古い時代になりますどういう生き物がいたかと言いますとこのようにですねカンブリア時代という呼ばれる時代になりまして、まあ、写真のようにちょっと変な形をした生き物がたくさんいたということになります例えばアノマルカリスですとかハルキゲニアですとかこういったまあ ちょっとですね不思議な生き物がいたような時代に翡翠は誕生したというふうに言われています翡翠の歴史ですが非常に古く糸魚川では縄文時代から翡翠をですね大衆ですとか勾玉として加工して利用してきていました他の地域がですねどうだったかと言いますと南米のマヤですとかアステカ そういったところよりも糸井川の翡翠文化の方が古いというふうに呼ばれています。つまり糸井川は縄文時代から続く世界最古の翡翠文化発祥の地というふうに考えられているわけです。曲がたまの形、非常に面白い形をしていますが、これには魔除けの意味があったというふうに言われています。こちらは 昔糸魚川を治めていたとされる沼川姫の銅像になりますこの写真のように翡翠の勾玉を持っていたそういった言い伝えも伝えられておりますでその足元に小さな子供の銅像がありますがこれがですね竹南の御琴という今はですね諏訪神社のご祭神になっている神様ということになりますこの竹見南方の御琴ですが 姫と出雲を治めていた大国主の御このお子さんであるというふうに言われています。ということで沼川姫が糸魚川武湊潟の御こが諏訪大国主の御こが出雲ということでその三者の関係がわかるようなことになっております。すいですが国籍になっています。 国を象徴するものというものは様々あります。例えば国の鳥はキジですし、国の鳥ですとか国のなんとか、そういったですね、ま様々な国にまつわるものがありますが、国籍と呼ばれるものは日本鉱物科学会によって翡翠というふうに決められているわけです。これは翡翠がただ単に綺麗な宝石であるというだけではなくて、 縄文時代から利用されているですとか、保護・保全がされている、そういったことも評価されて、翡翠が国の石になっているわけです。糸魚川は日本一の石ころタウンということで、シティプロモーションを行っております。あなただけの石を探しに、というふうに書いておりますが、まあ、石にはいろいろな良さがあります。美しいですとか、まあ楽しい、あとは神話ですとか、 そういったことを含めてシティプロモーションとして日本石の石ころタウン石の町糸魚川の活動を推進しているわけです。こちらは翡翠レスキューと呼ばれる活動になります。糸魚川の川や海にはこの写真のように翡翠が見つかることがあります。基本的に川や海にある翡翠はその場所で楽しんでいただくのがいいかと思いますがたまにですね えっと、まあ、割られたり、傷つけられたりしてしまっている翡翠もあります。そういった市民から通報のあった。川や海で割られたり。傷つけられている翡翠を。保護する活動のことを。翡翠レスキューというふうに。呼んでおり。え、翡翠をですね。守り。またですね。未来につなげていく活動を進めています。コスモクロアー奇跡は。この写真のように。元素のクロムを含んだ。 非常に鮮やかな緑の鉱物です。2019年に糸魚川市の山,山の坊地区で発見され、天然記念物に指定されました。糸魚川の新たな魅力の一つとなることが期待されています。相馬漁風と翡翠の関係について、もう一度おさらいをしたいと思います。糸魚川の偉人である相馬漁風ですが、 仕事の内容としてはまず涼感の研究が挙げられますそして作詞作曲の活動ですが例えば童謡の春よこいですとかカチューシャの歌など我々がよく知っている曲の作詞作曲を行っていますこれはフォッサマガラミュージアムにあるカンカン石という、まあ、叩くと非常にこう綺麗な音が出る石の楽器でも演奏されていますまた、 ロシア文学の翻訳も行っており、例えば戦争と平和など、そういった文学の翻訳についても活躍されております。また、相馬漁夫先生で重要なことは遺跡の調査を行っているということです。糸魚川東小学校付近に笛吹き台遺跡という遺跡がありますが、こういった遺跡の調査に相馬漁夫さんは参加しています。 遺跡の調査をしていた時の経験が1938年の被水再発見につながったと考えられていますここからは最近起きた話題、時事問題などについておさらいしていきたいと思います最近の出来事としてコロナ対策がありますこちらの距離を取りましょうというロゴマークを見ていただきますと ジオパークのマークが真ん中から割れていることがわかるかと思いますこれはソーシャルディスタンスを取ろうこういったことをジオパークとしても呼びかけているそういったログマークになりますまた8月22日はジオパークの日となっておりますまあ、伊東井川をはじめ様々なジオパークでまグッズのプレゼントですとかいろいろな催し物が行われています まいまいというカタツムリをご存知でしょうか市内に生息が確認されている村山まいまいですが非常に珍しいカタツムリとなっておりますそのため今年ですね国内の希少野生動物種として指定されており例えば捕獲したりですとか売ったりですとかそういったことをすると、まあ、罰せられるそういったものになっています。 市内には村山前前以外にも例えば和紙ですとかタガメ、ま貴重な動植物そういったものがありますのでぜひですねそういったものを守っていきたいと思います最近ユネスコ世界ジオパークになった地域として伊豆半島があります2018年に伊豆半島ジオパークはユネスコ世界ジオパークに認定されました日本国内で ユネスコ世界ジオパークになった場所としては伊豆半島が一番新しいところとなります皆さんは SDGs という言葉を聞いたことがあるでしょうかこちらは世界を変えるための17の目標ということで2030年に向けて世界が合意した持続可能な開発目標となっていますこのアイコンにあるように1から17まで 目標がありまして例えば国ですとか、まあ、市町村レベルでできることもありますが個人でもできるような内容についても書かれています。まあ、我々は、まあ、2030年に向けて、まあ、どんなことができるか、まあ、地球を守ってですね2030年に向けてどう持続的に開発を進めていくかそういったことをまあ考えなければいけないそういった時代に来ています。 そういった時にこの1から17の目標ということはどういったことをやればいいのかそういったことの目安になるかと思います。こちら「お道用プロジェクト」というプロジェクトが今進められています。お道用というのは糸魚川の方言になりますが「道中気をつけてね」というそういった意味になります。昔ですねこの辺りを通っていた牧歌という荷物を運ぶ方がですね お道をと言いながら相手のですねまあ気遣いをしていたそういったところからですねこういった五つのアクション、まあ、街をきれいにしたりまあいろんな思いを育てるそういったことをですねプロジェクトとして進めているわけです竹のからかいという大見の小正月の行事があります竹を引くですね非常に優壮な行事になりますがこちら竹を引く前に詐欺っちょの歌という そういったですね、歌を歌う、そういったですね、お祭りとなっています。こちら、浜特愛の左岸泥岸護荘になりますが、左岸泥岸護荘というものは、海底で砂や泥が溜まった地層となります。今の浜特愛は陸上にありますので、まあ海底ではありませんが、昔この場所はホッサマグナと呼ばれる大きな溝の海でした。 ということで、海底で砂や泥が溜まっていたわけです。この場所ですが、クジラの化石が見つかっています。現在ですね、クジラといえば海の中に住んでいますので、こういった化石からも、この浜特愛の砂岩泥岩護荘ができた時代は、この場所が海底であったということがわかるわけです。越後88箇所は玉泥和尚が、 作った早川の名所になりますこの写真にあるように「一番」というふうに書いてありますが88体の石仏がありまして四国の88箇所と同じようにお参りができるようになっているわけです。能白山神社は本殿が室町時代に建てられたということで重要文化財に指定されています。 この写真は拝殿ですがこの奥に本殿があり小山という山の麓に建てられていますこの小山に住んでいるセミとして「姫春ゼミがあります」春というふうに書かれているように春先に鳴くセミとして有名でして「日本の音百選」そういったものにですねこの鳴き声が選ばれています。の里は、 生地作りの道具を展示している場所になります生地屋にあるそういったまあ展示室になりますがこの写真のようにお椀ですとか道具ですとかこういった木を加工したそういった道具を展示している場所になっていますこちらの言葉読めますでしょうか高度一寸米一極というふうに読むかと思いますがこれはこういった意味が あります水田を1寸3センチ深く耕すと単、えー、周、えー、10あルあたりの収量で1国1 5 0キロ米が多く取れるこういったことがですね昔は言われていたわけです。これはですねどういったことかと言いますとまずこちらの図をご覧くださいえこの図が崖崩れえ地滑りのです、ね、模式図になります。 地滑りというのは崖が崩れてこのように平らな部分ができるようなですねまあ、活動になりますがこの平らな部分を利用して作られているのがこちらになるわけですこの写真のようにですねこの地滑り地形というのは棚田の米作りに最適でした平らな土地があるまた水が豊富であるそして地滑りによって土地が深くまで耕されている つまり地滑りは天然の幸運期だったわけです昔の人はこういった地滑りの場所こういったところが米がよく取れる場所ということで棚田を作っていました昔の人は山崩れをうまく利用して生きていたということになるわけですこれで補足説明を終わりにしたいと思います